どうもこんにちは、本日はですね、飲食店の未来とはというテーマでお話をしていきます。でこの飲食店というのはですね、皆様の生活にはなくてはならない、そんなような存在になっていると思います。例えば週末に飲みに行こうよって言ってですね、まあ、居酒屋さんに行ったりとか、あとはランチしようよって言ってですね、パスタ屋さんに行ったりであったりとかという形でですね、まあ多くの方々がこの飲食店っていうのをご利用いただいているとは思いますし、この市場規模自体もですね、外食産業っていうのは26兆円という形で、まあ、すごく大きな業態だったりとかもするので、僕らの生活にはなくてはならない、そんなような、ものになっているとは思います。じゃあ実際にですね、この僕らの大好きな大好きなこの飲食店っていうのはですね、今回、倒産休廃業解散というですね、このネガティブな、そんなような話で、できればなというふうに思っております。で皆さんの中にはですね、おい待ってくれよと、こんな大好きなものの休業とかそんなことは聞きたくないよというふうに思われる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ただこういったところに視点を当てることによってですね、より一層飲食店のことが大好きになってくれるんじゃないかと、もっとその付き合い方であったりとかっていうのが改まってくんじゃないのかなっていったところをですね、ちょっと期待してですね、本日この話題でお話しできればなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、この飲食店の未来について見ていくんですけれども、この飲食店というのはですね、やはり結構経営自体が難しくてですね、1年で、まあ、大体もう 20% か 30% くらいは潰れてしまいますし、2年くらいでですね、もう半分くらいはですね、飲食店というのは閉業に追いやられると、そういうふうに言われております。はい、っていうぐらい難しい業態だったりとかするんですけれども、それがですね、年々増加をしてきてですね、これ帝国データバンクのデータなんですけど、2018年倒産休廃業解散が1180件と過去最高を更新してしまいましたと。これはもう白紙問ではないですよ。本当に大変なことでですね、これどれぐらい大変かというとですね、消費が落ち込んだと言われている東日本大震災、2011年の東日本大震災、そして2008年のリーマンショックよりも全然多いんですね。でさらに2019年っていうのはもっと増えてるよというふうに言われております。なんとと、僕らが大好きなこの飲食店っていうのすごい行ってるのに、なんでだろうなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、ただですね、これよくよく考えていくと、まあ確かになって思うことがあるとは思っていて、よく飲食店、まあどこか行くとするじゃないですか。でまたじゃあ1ヶ月後に行ってみて、あれこんなところにこんなお店あったなとか、あれここ前行ったところなくなっちゃったなであったりとか、そういったことを経験された方もいらっしゃるとは思うんですね。っていうぐらい移り変わりっていうのがすごく激しい、そんなような業界というふうに言われております。はい、でこれ実際にですね、移り変わりが激しいで、これ要するに逆手を取ってみればですね、新しく始めますっていう人も多いってことなんですね。要するに参入障壁が低いっていうのも飲食店の特徴だったりとかするので、なので始めたいっていう人も多くいれば、辞めたいっていう人も多くいると。そうだから店舗っていうのがどんどん移り変わってきている。で移り変わってきているからこそですね、やっぱり新しいトレンドを持った飲食店っていうのが出て、でそこに集客を負けてしまって、他の店舗っていうのが立ち行かなくなったという、すぐもう戦国時代みたいな、そんなような形で結構飲食店っていうのは難しい環境に立たされているというような現状にあります。っていうの話を聞くとですね、ちょっと冷たく当たってしまったこの前の飲食店の店員さんにちょっと優しくなった方が良かったかなというのを思ったりもしますよね。はい、で実際にですね、これなんでかというと、消費者の思考やトレンドが一巡して流行に乗っていたチェーン店っていうのがちょっと経営が難しくなってきたよと、苦悩の日々に立ち行かざるを得なくなりましたよというふうに言われております。はい、で実際にですね、倒産自体は657件で 6.3% 減で、休廃業解散自体は523件で 30.4% 増っていう形なので、この休廃業とかっていうのが増えて、で全体の数っていうのを更新してしまったというふうに見て取れます。でこの倒産と休廃業の違いっていうのはですね、倒産自体はもう本当に会社自体がなくなってしまったと。で休廃業であったりとか、あとはこの解散、これに関してはですね、会社自体はあるんだけれども、そこからですね、飲食の事業だけをなくしてしまったと。そう、その飲食店っていうのだけ切り離してしまったよっていうのが、これ休廃業のケースというふうに思っていただければいいかなと思います。なので会社自体の倒産っていうのはないんですけれども、そういった手放すっていうケースが増えてきたと。じゃあこれなんでかっていうと、背景には居抜き業者が増えたというところが見て取れます。はい、で実際にですね、この居抜き業者によって手放した飲食店っていうのを新しいところに移しますよとか、他のところに紹介しますよっていうところが増えた関係でですね、倒産自体は
していないけれども、休廃業解散っていうのがどん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 増えてきたよというふうに言われております。はい。で、実際にですね、この業態別の動向を見ていくとですね、全体、これ、倒産、休廃業解散っていう全体を通して一番多い業種がですね、その酒場、ビアホール、まあ、この居酒屋さんであったりとかですね、はい。っていうのが214件というふうに言われております。で、倒産だけを見ると、西洋料理店が101件、そして喫茶店が73件。というふうに言われております、はい、で喫茶店確かにですね、まあ、少なくなったなという感覚はあるのかなとは思います。本当に昔からのですね、もう本当に雰囲気のいい喫茶店とかっていうのも、まあ、なくなったりとかしているので、まあ、そういったところですね少なくなってきていると。で休廃業解散だけを見るとですね、この中華東洋料理店これが79件、で 315.8% 増というですね、なかなかの増加率を誇っているわけなんですけれども、まあ、こういったところを経てですね、まあ、業態別で、店舗っていうのがなくなってきているよというふうに言われております。はい。で都道府県別で見るとですね、これ東京都、大阪、愛知県っていうのがそれぞれ192件、126件、84件と大部分を占めているんですね。っていうぐらいですね、人とそして飲食、これはですね、この密接に関係をしているので、人が多ければ多いほど、やはり飲食店っていうのは多いので、その関係でですね、まあ飲食店が多ければ、やっぱりやめていくようなお店っていうのは多いよね、っていったところからのデータっていうふうに見ていただければいいかなと思っています。はい。で、さらにこれ4位、5位、6位とかっていうのを見てくると、神奈川県であったりとか、千葉県であったりとか、埼玉県であったりとかっていう、本当に人口が多いところに集中しているっていう傾向が見て取れるので、なので、これは本当に人が多ければ多いほど、まあ飲食店っていうのが多くて、ね、さらに飲食店が多ければ、まあ、それだけ廃業に追いやられるケースというのが多いんだよと思っていただければいいかなというふうに思います。はい。じゃあ実際にですね、なんでなのと、なんでこんな僕らはですね、飲食店に行ってですね、もう本当に乾杯ってしてるにもかかわらず、なんでこんなに休業が多いのかっていうとですね、理由として挙げられるのが主に 1,2,3,4 つございます。まず一つ目がですね、これ8割の原因っていうのがもう販売不振なんですよね。まあ、これは本当にイメージつくかなと思うんですけれども、やはり売り上げっていうのが成り立たなくなってきて、でそれでですね、家賃であったりとか、あとは人件費であったりとか、そういったところが払えなくなって、そしてまあ休業してしまうというケースですね。で実際にですね、この販売不振っていうのも密接に関係していることがあってですね、それが人手不足なんですね。要するに人が少ないから、それで作る人が少なかったりとか、出す人が少なかったりとかすると、それのその分ですね、売り上げっていうのが立たなくなるけど、家賃は変わらないじゃないですかっていう風になると、やっぱり経営っていうのがどんどん厳しくなってきたりとかするんですね。で実際にですね、この正社員が採用全然できないよって言って悩んでる飲食店様っていうのはこれ 61.9% で、アルバイトさんっていうこの非正社員、これが採用できないよって悩んでる方々がですね 78.6% っていうですね、結構人手不足ではすごく悩んでいる方々が多い、そんなような業種になってるんですね。で僕なんかはですね、このアルバイトをしていた飲食店でですね、やっていた経験っていうのが長かったりとかするので、すごく楽しかったりとか、まあ本当にわきわいわいとできて、すごくいいなっていうふうに思うんですけれども、ただですね、やはり、きつかったりとか、まあ臭いなっていうふうに思われる方もいらっしゃいますし、あとはですね、飲食店で働いていくと、やっぱり酔っ払いとですね、絡まなければいけないとか、そういった方々もいらっしゃるので、っていうふうになると、あんまあ飲食店で働きたくないよなっていう人も、増えてきてますし、あとはですね、そもそもの労働人口っていうのが減ってきている関係でですね、やはり採用っていうのが難しくなったりとか、なので中にはですね、外国人労働者の方っていうのを採用して、でそれでまあ経営っていうのを、成り立たせていると、そんなような飲食店様もいたりとかします。はい。で実際にですね、さらに根深い問題として挙げられるのがこの後継者問題なんですね。要するにもう本当に70歳80歳になってですね、今までずっとやってきたけどもうちょっと疲れちゃったようであったりとか、まあ、ちょっと、まあ、体調のことも考えてやめようかなであったりとかですね、はい、そういった売り上げが立っているにもかかわらず、ただもう廃業を泣く泣くせざるを得ないという方々もやっぱり増えてきているんですね。これがやっぱり少子高齢化のやっぱり代償だったりとかすると思います。はい。で実際にですね、じゃあそういったところっていうのはですね、じゃあ次の方に任せるのかっていったら、そういう方々もいなかったりとするので、そういったところが理由だったりとはします。はい。で最後がですね、もう本当に取り巻く環境の変化ですね。はい。っていったところがもう本当に移行してきているので、そういったところについていけなくなるであったりとかですね、本当に厳しい環境にあると思います。それがですね、2019年の増税であったりとか、あとはですね、今後分煙法でですね、禁煙のスペースと喫煙のスペースを分けるために設備投資をしなければいけなくなったりとか、あとはキャッシュレスへの移行ですね、はい、っていうのを進めていけなかったりとかですね、あとは内食であったりとか、あとは中食への消費者の方々の消費行動のシフト
があったりとかするので、そういったところで外食産業っていうのがどん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 ちょっと尻すぼみになってしまったりとか、はい、っていう問題っていうのが、あらゆる問題っていうのが挙げられたりとかします。なので飲食店の方々はですね、そこに立ち向かおうとしてですね、例えば中食にアプローチをするためにウーバーを取り入れますであったりとか、あとはキャッシュレスに対応するためにですね、PayPay であったりとか LINEPay、AirPay を導入してみますであったりとかですね、そういった方々もいらっしゃいますし、あとはですね、人材不足っていうのは今までやはり難しい問題だったりとかしたんですけど、先ほどお伝えしたとおり外国人労働者の方に採用を踏み込んでみたりとか、あとはですね、今で言うとインディードであったりとか、あとは自社のホームページであったりとかで運用をしていく形ですね、はい、っていう形で、今までであればもう本当に例えばタウンワークであったりとかで掲載をして、そこからもうノータッチって感じだったんですけど、じゃなくてホームページとかインディードとかそういう運用をして採用積極的になっている店舗っていうのもございますし、あとは集客ですね、っていったところは、まあ以前の動画でもグルメサイトとかで、まあ、お話っていうのをしましたけど、そういったグルメサイトに載せるっていうだけではなくて SNS の運用であったりとか、あとは Google マップっていうのを活用したその MEO 対策であったりとか、そういったところでですね、より一層こういったところを解消するための動きっていうのがどんどんどん進んでいるなっていう感覚があります。で、僕らもですね、あの飲食のお客様っていうのはすごく多いので、なのでそういった方々の相談に乗ることっていうのもあるんですけれども、そういった時に提案する内容であったりとか、そういったのも今後の動画でですねちょっとお話できればなというふうに思っておりますので、まあその飲食店っていうのはですね、今現在は確かに厳しい環境にはあるんですけれども、ただですね、厳しい店舗ばっかり買ってたらそういうわけではなくて、今のこのご時世でもどん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 売り上げを上げている店舗っていうのもあります。じゃあそういったところの共通点ではどういうものなのって、どういう対策をしているのかっていったところをですね、お伝えすることがですね、まあ僕ら自身のその使命であったりとかすると思いますし、それを知ることでですね、皆様も飲食店の理解っていうのが深まるとは思って、さらに一層より一層ですね、大好きな飲食店がさらに大好きになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあぜひそちらの動画も楽しみにいただければなというふうに思っております。はい、それではですね、本日飲食店の未来とはというテーマでお話をさせていただきました。最後までご清聴いただきありがとうございました。最後までご清聴いただきありがとうございます。毎日毎日ですね、皆様のお力になれる情報っていうのを配信させていただいておりますので、応援してやるぜっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、そしていいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、取り上げてほしい話題などございましたら、コメント欄の方にメッセージよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。